こんにちは、福井教育支援サークルの石田です。今回も複式学級の時に私が発行していた学級通信をもとにお話をしたいと思います。今日はですね、一輪車の話をしようと思います。じゃあちょっと学級通信読んでみますね。一輪車、体育大会で発表する一輪車パレードの練習をしている。今年の目玉は一輪車によるバックの演技である。バックについては7月の初めから少しずつ教えてきていた。しかし7月中は全くと言っていいほどできなかった。9月に入って再びバックの練習に入った。9月がね、体育大会だったんですけども、7月から始めたわけですよね。初めは全くダメだったが、ここへ来てできる子が急増してきた。現在 A 君、 B 子ちゃん、 C 子ちゃん、 D 子ちゃんの4人がバックができるようになっている。体育館の縦をバックで走ることができるのである。前進してきて停止し、そこからバックをするということもできる。バックの演技ができるようになる過程を見ていると非常に面白いことがわかる。それは一人ができるようになると、それが後の子に波及するということであると。で、まあこう練習の様子を書いたんですけども、その後ね、本番での様子もちょっと書いてますのでご紹介したいと思います。さて、一輪車の演技はどうでしたか？私はラストのバックの演技で会場からおおというどよめきが起こったことがとても嬉しかったです。C 君は残念ながらバックの演技が完成しませんでしたが、 A 子さんはどうにか間に合いました。本当はバックの演技の前にもう一つ大きな山場があったのです。それは男の子と女の子が手をつないで大きく回転する部分です。A 君が外側を威勢よく回って大きな円を描く予定だったのですが、男の子はその前の演技で乱れてしまってうまくいきませんでした。本番前の2回の練習ではうまくいっただけに惜しかったですと。完璧にやれるっていうのはなかなかできなかったんですけれども、それでもね、こういった演技を、来ていただいた方に楽しんでいただくことができました。実はですね、こういう小さな学校にいますと、いろいろなところで発表する機会があるんですね。学習発表会、地区のちょっとした行事に招かれたりだとか、老人施設を訪問したりっていう時にいろいろなこう出し物がいるんですけども、最初のうちは私その都度考えたんですが、何しろ人数が少ないので、こうできるレパートリーって減るんです。そこで目をつけたのは、体育館でね、子どもたちが一輪車を使って楽しそうに遊んでいる姿でした。あ、そうかと思ってね、これ鍛えればすごく面白い、演技ができるぞと。それに子どもたちも楽しみながら上達することができるのでというふうに考えて、ほぼね、1年間を通して一輪車、遊びと指導を入れながらやってきました。ですから、この小学校のもうなんて、この小学校といえば一輪車というような感じになっているところまで行きました。この学校ね、最後は廃校になるんですけども、廃校の時の出し物も一輪車でした。こうしたね、一つね、特徴ある活動ができるようにしとくということも、僻地校とか、いわゆる僻地のね、小さな学校なんかでは、すごく大事なんじゃないかなというふうに私は思っています。今でもね、こう頭の中でね、子どもたちが楽しそうにね、一輪車をやっている姿が浮かびます。ビデオもあるんでね、ご紹介できればいいんですけども、ちょっとね、それはこの YouTube 上では無理ですので、今回は一輪車の話ということなんですけども、こういったね、特色というんですかね、特技というんですか、こういったものを見つけさせるのにも小規模校ならできるということじゃないかなというふうに私は思っています。